プロレスはは最高の力なり、えー、本日はですねプロレスリングノア後楽園ホール大会、えー、5月21日に行われた全7試合ですね、えー、レッスンユニバースの後で視聴させていただきましたその話ができたらと思います映像は「スラムダンクの桜家花道がただただシュートしてる映像なんですけれども、えー、実際はねノアの話なんで是非最後まで。 お付き合いいいただければと思いますやっぱこのノ o の,の5月21日の後楽園ホール大会でやっぱ大きな話題になったのはオールレベリオンの清宮選手拳王選手アレハンドル選手クリストバル選手とあとは大岩選手のね絶縁宣言というかもう清宮との因縁を,をが,が出てきたっていうところだと思うんですけどでもやっぱね 見てほしいところってなるとやっぱ2試合目の米選手谷口選手だったりとか4試合目の斎藤選手と塩崎選手だったりとかってことなんでそっちの方がね話題になるともっともっとノアだったりとかプロレス界っていうのが盛り上がっていくんじゃないかなっていうふうに思ったりしてるんですよ。であとですねもう名言中の名言が出ましたからね。あの今回 があ解説、ゲスト解説に入られてて、まあ、井上さんと元井美希さんが二人いると正直情報過多なんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですけど、元井美希さんが、元井さ冗談で言ってんのか、マジで言ってんのか、あのー、冗談にしろ、真面目に言ってるしにしろ、ちょっと反応に困る時があるんですけど、えー、私はですね、あの、イケメンより覆面が好きなでありましてって話があって、これめちゃくちゃちょっと、 いろんな人に勇気と希望を与えるんじゃないかなっていうふうに思ってイケメンより覆って相当パワワーードだからねこうそういう意味で言ったら確かにイケメンレスラーでかっこいいレスラー多いですよそれこそ清宮選手しかり大岩選手しかりウルカ選手しかり芸能選手しかりうん宮脇選手しかり大和田選手しかりいろんなこの見た目的まあそれこそ GLG の選手だったりとか。 いやーまあかっこいい選手から入ってそこからよりこう深く入っていってできたら谷口選手しかりこんちゃんしかりうん斉藤選手しかり廣崎選手しかりっていう風になっていくと個人的には嬉しいなっていう風に思うんですけどまあイケメンより覆面でいいよねっていうのがプロレス界隈に入っていくとちょっと僕はプロレスラーになりたいと。 そそれこそ女性でもいいと思うんですよ。女性が私は覆面レスラーになりたいですと。覆面レスラーでちょっともっとかっこよくルチャ系だったりとかそれこそパワーファイターでもいいんですけどまあペイントレスラーでもいいと思うんですけどなんかそこのところがもっともっと広がっていくといいのかなーって。だから覆面に引かれる。まあ正直元井さんってもうルチャオタクメキシコオタクですからちょっとねこのねあのイケメンより覆面っていうところは 毎年、このなんかプロレスの流行語大賞みたいなのがあるんですよね。これの、ま正直上位にな、名を連ねるんじゃないかっていうぐらいの話題性があるんじゃないかなと思うんで、ちょっとね、イケメンより覆面は、元井さんが出たら、ま回言ってほしいなっていうふうに思ったりしてるんですけど。 前行きはだいぶ長くなりましたけど、えー、第一試合が、まさきたみや選手、稲葉選手と、えー、宮脇選手、大原選手ですね。まあ、俗に言う、宮脇選手、大原選手なんて、かっこいい、かっこいい同士なんですけど、これね井、井上さんだったと思うんですけど、剣王選手にふら振られた大原選手と、コンちゃんに振られた宮脇選手みたいな、なんか、振られたコンビみたいなって言ってて、大原選手はいつの間にか、まあ、VC タックリーグで結果出せなかったっていう、まあ、目標は優勝でしたからね。 に清宮選手と大岩選手との後楽園ホール大会でしたよね。その後でも負けてしまってってのがあったし、シングルでもやりましたしね。だからまあ大和田選手はもう慶応選手と、ね、だからオールレベリオン大和田あったりすんのかなとかちょっと思ったりしてたところはあったんですけど、いつの間にか大和田選手はこう置いていかれてて。で宮脇選手もお コンちゃんが瑛太選手と組んでますからねまあ確かにあのコ、ー、ンちゃんに何かコンちゃんが勝って俺たち権利ありますよねみたいなあれはそうだからもうチャンス二度ないからどうなんすかね宮脇選手は結果出してコンちゃんからおってなんかなってほしいなっていうふうに思ったりするんですけどまあ試合は稲葉選手の 3D っていつか DDD って勝ちなんでねだからねま木北宮選手は次の日に えー、石井選手との試合もあるしだから宮脇選手大原選手稲葉選手ここのレスラーが伸びていくっていうことに意味があるっていうことですからね期待値しかないですしもっとね、えー、それこそマリーゴールドを見始めてこのコメント欄を見つと思ったんですけどマリーゴールドを見始めてでな7日間1週間無料トライアルですよね。 1> 1週間無料トライアルなんでマリーゴールドを見始めてあのーマンやってるんだから見ようだったりとか、まあ、そういう人って結構多かったのかなというふうに思っててだからねちょっと僕で思ってるのは今後プロレスのそのを広げていかないといけないと思うんですよ。で結局のところ新日だったりとか他団体見てる人が、まあ、それこそレスリングバース以外で配信してることをレスリングバースで。 見るるっっっててなった時に、まあ、両方加入するって結構レアだと思うんですから一つのお月額のサブスクを解除してレスンユニバースに移るっていうのが多かったりすると思うんですけどその時に、まあ、7日無料トライアルティとても大事だと思うんですけど、まあ、コメントしてみんなと交流して楽しんでいくって時にやっぱり。 まあ、プロレスに興味ある興味ないしかりですよいろんなしかりってあると思うんですけど結構、まま、マナーが悪いというか、まあ、ルール違反じゃないですけど何て言うんですかねちょっとちょっと言っただけでちょっとブロックブロックブロックみたいな形になって確かに僕もすごく思うんですよあの違う団体の話したりとか試合以外の話したりとか、まあ、プロレスの話をしてるから大枠の中ではプロレスの話なんですけど。 なんかそれ以外のことで、まあ、試合以外のこと他団体のことノアの足を引っ張るようなこと他団体の持ち上げようなことをするっていうのはまあ確かにマナー違反というかルール違反的なことはあるんですけどでもそこのところで簡単にこうブロックしてせっかくこうノアに興味持ってくれたレッスンユニバースに興味持ってくれたって人をどん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 ,どんブロックして。 それであそのブロックされた人がレッスンユバースーだったりとかそれこそノアだったりとか多団体のとこを見るっていうところになっていくのかなっていうふうにはちょっと思ったりしてるんですよねうんだからそういう意味でなると多団体、まあ、結局ノアが好きな人がまた他のところ行ったりとかでプロレスに興味を持った人がどうなるかっていうところはねうん。 だからコメント管理にしてももしかしたらレスリンーグバースがもっともっとちゃんと管理していかないとせっかく来てくれた人がいやーなんかちょっと楽しいけどコメント欄でなんかこう見てるとちょっと殺伐としてる感じでちょっとなんか入りづらいなって思われたらちょっとね選手は一生懸命していたりとか素晴らしい,い,いレスリングを広めていきたいのになんかそこのところで外れていくってなるとちょっとうーん。 僕らファンとして選手がそれを望んでいること運営が望んでいることなのかなっていうのはちょっと気になったことでございます。で第2試合目がまあ面白かったですよね米選手谷口選手この間のレ、えー、ッスルマジックですよね谷口選手がねウルカ選手に大覚醒してタニーフィーバーが来たんで。 まあこれでね、2試合このタニーフィーバーがどうなって今、一人でやるになってますからね、どうなんかなと思って、やっぱただ、米選手、強いと、正直、塩崎選手が今、結構、チームのあのリーダーで引っ張ってますけど、正直、米選手が本気出した、本気出したらって言い方おかしいですけど、g a c のトップ、それこそ清宮選手と戦っても、米選手、勝つんじゃねえかっていう、それぐらい強いですからね。 まあその強い米選手に真っ向勝負を挑んで7分29秒でハーフネルソンスープレックスで谷口選手が勝ったんでねこれ今谷口選手は1人リアル状態なんでどうなんですかねチームの輪に加入するのか谷口選手がユニット作って宮脇選手だったりとか稲葉選手とかチームマッチョ作るのかそれこそ大岩選手がチーム作ってそこに合流するのかまあ、ちょっとそこのと分は分かんないんでね。 まあでもやっぱ谷口選手フィーバーはねあの盛り上がるんでまあ、米とね谷口選手の試合ってのはねちょっと見てほしい試合の一つですね。で第3試合がアンソニー・グリーン選手忠け選手とタイタス選手とスターボーイ選手ですね。もうあのタイタスとスターボーイがすごすぎて特にスターボーイですよ。もうこれでこっちのノアニキっていうかね二十、ま、歳21歳ですかね。 てきなんか話が面白いこれ22日の方で言ってたと思うんですけどコンセプトがなんか70年代ファッションが好きででこれまたまあ髪型しっかりですよでデニム着ててでそれでちょっと途中からまあワグナーと一緒ですよね途中から上半身のデニムを抜いて体を出して本気出すモードっていうふうになっていってると思うんですけどまあですね 70年代のファッションだったりとかでこのノアの,のノアんレッスルユニバースなのかアベマなのかどっちなのかなと思ったんですけど謎ステータスですよまたデニム銃ですよで、まあ、結局デニム銃ってなった時にみんなちょっと笑けるというかまた始まったよみたいな、まあ、もかちょっと前の佐々木選手の、U、元 UFC 銃だったりとか藤田和之の獣銃とかと一緒ですよね でもう僕は騙されませんから結局スターボーイ選手がデニム10ってなったところで結局スターボーイ選手がそれこそ GSC のジュニア取ったりとかノアでのし上がっていくとデニム10めっちゃかっこいいじゃんってなりますからもう今のウルカー元 UFC10 なんて最初笑われてましたけどもう今なんて大納得ですからね。だからねプロレスラーの 入場曲と一緒でなんかこの曲いまいちだなーって思ってても強くなったりとかチャンピオンになったりとか好きなレスラーの入場曲ってかっこいいなーっていうふうに思ったりするんであのねまあ結局デニム10は将来的に強くなっていくとかっこいいなっていうふうになるっていうことを僕は言いたいっていことなんですね。で第4試合ですよいや、まあ、試合はスターボーイス代は忠相選手に勝ったんでもうだがにねスターボーイが勝つ可能性まあ 体格の差があるんだよねシングルだとどうかってあるんですけどで第4試合ですよ斉藤選手と藤田選手と対塩崎選手小峠選手でまあ,あこれ全勝戦になると思うんですけど、まあ、斉藤選手がリミットブレイクで塩崎濃いって話があったんでで全勝戦って、まあ、コメント欄でもあったんですけど結構まあ斉藤選手と塩崎選手を絡ませないみたいなちょっと軽く絡んで。 まあ本編をお楽しみに、みに、みたいな感じだ,だと思ってるんですけど、もう正直、この試合でタイトルマッチだったんじゃねえか、みたいな。もう一回する必要あるみたいな。なんかリマッチ戦みたいな形になってましたからね。すごかったですよ、この試合も。18分かかりましたからね。で、正直、藤田勝行選手と小峠選手必要だったみたいな。ほぼシングルマッチみたいな。いやだからね、やっぱ熱い。改めてノアは熱いなと思ったんですよ。 この米選手谷口選手と斎藤選手塩崎選手だからほぼチームのが引き上げている、まあ、そこのところやっぱ小峠選手だったりとかが入っていくといいんですけど斎、まあ、藤選手と塩崎選手が絡んでじゃあ藤田選手に小峠選手が絡んでいくってなると、まあ、藤田和幸なんてとんでもない獣ですからまあそこに勢いだけだったりとか受け,受けだけだったらねどうしようもないですからまあ これね本編はどうなるのかなっていうぐらい、うん、だから本当にさっき言ったみたいに第2試合第4試合みたいな熱い試合がもっともっとクローズアップされていくとノア・ファンっていう増えるんじゃないかなっていうふうに思うんでねまあそこはね、うん、選手がねどこまでずっと怪がなくできるかっていうのはこんだけ激しい試合を連日してるんでねまあ、そこのところは伝わる伝わらないってあるんですけどやっぱ。 そういうところに興味がレスリユニバースで加入して見てる方はこのそこにこの1週間トライアルですよねマリーゴールドとかのそこにちょっとたどり着いて見てほしいなとは思ってるんですよねで第5試合がジェイク選手、ジャック森選手、エルゼイ選手とエルゼイ選手久々が帰ってきたんですよねで丸内選手、杉浦選手、餅月選手僕は餅月選手初見だったんですけどまたね新しい選手を見れるっていうのは 嬉しいかなと思ってるんですよねで試合は望、えー、月選手が LJ 選手に、えー、ツイスターで12分で勝利です。で第6試合が洋平選手、広木選手と、うん、試合で洋平選手が11分のドロップキックで勝ちとあー。だからね、広木選手がもっともっといくとだからチームもがね盛り上がっていくとさらにいいのかなと思ってるんですけどね。でメインが、えー、オールレベリオンついに登場ですよね。南側から4人揃ってで銀色のコンセプトでみたいな 慶王選手のコスチュームをデザインした方が X で投稿したんですけど、まあ、今までいない形の銀色の世界でかんでコスチュームを作るっていうのをおっしゃってたんでねまあキラキラした感じ特にクリストバル選手なんてどうなってるんっていう風に言いたくなりますしあのー、鳥の動きみたいなどうなんてちょっと思ったりはしますけどねまあ相手がね 確かにオールレベリオンめちゃめちゃ強いと思うんですけど、相手が大岩を売るか、コンちゃん、エイタですよね。正直、相手の方がめちゃくちゃ強いんじゃねえかっていうふうに思ったりしてて、試合もクリストバル選手に大岩選手が16分でドクターをム勝ちだったんですよ。ねえ、だからオールレベリオン大丈夫かと。本当ね、アレハンドルと、アレハンドルとクリストバル次第ですよね。そういう風になっていくと。うん やっぱちびっ子たちのヒーローにアレハンドロ選手はなりたいって言ったんでだからそこのところをやっていかないといけないんで今ベスト・オブ・スーパージュニアでえ早田選手と忍者選手が新日に行ってるんですけどまあそういう意味で言ったらアレハンドロよりは忍者の方が子供感間のヒーローがあるんじゃねえかって思われたらダメですからね。でこれでメインで大岩が大人気だとまあオールレベリオン入るみたいななんか一緒やろうぜって清宮が言って。 まあ、こっちも似てますからね、銀色で。で、握手して、おけん音マークして、おい、行くぞ、ピース揃ったぞ、っつったら、大岩がラリアッドクターボムかまして、うんお目ぶっ潰してやるぞ、って言って、なんか、変な感じなんですね。もうノアとは終わりだ、みたいな。お新日帰んのかと思ったら、なんか、いや、ちょっと違うな、みたいな。清めたら終わんねえぞ、みたいな。しつこく行くぞ、みたいな。まだしばらくノアに、ね、はいてくれるっていうところなんでしょうね。清めをぶっ潰す。まあ、清めをぶっ潰すってことは、 オールレベリーをぶっ,ぶすってことだとだ思うんですけどねで GLG が来てまあ GLG 入りもすんのかなとか思ったんですけどうんまあ、そこもお祝い断って一人でみたいな形になって、えー、うんまあまあやじのことは僕は言いたくはないんで次の日にあの,関係あの注意喚起をしてくれたんでねうんまあ自分が楽しめればいいしとかまあ おかしいっていうのは大事だと思うんですけど、まあ、やっぱねみんな楽しんでるから、まあ、そ,あそこのところをね壊すような発言だったりとかそういうのはうんやめてほしいなっていうのはと思ってるんでねせっかく今こういい空間だったりとか世界観をファンと、ね、レスラーでみんなで作り上げてるのに、まあ、そこにちゃちゃ入れたりとかそれを全部ぶっ壊すみたいな。 形どどういういい捉え方してんのかかわんないんですけどね大岩みたいに全部ぶっ壊してやるぜって言ってそれを観客からぶっ壊してやるぜって思ってるのかよくそれはよくわかんないんですけどまあねやっぱファンとしてレスラーたちが何を伝えたいかうーどういうふうに応援してほしいかどういうふうにブイングしてほしいかっていうのはうちょっと考えてほしくないかなっていうような一日だったんでね。まあねえー 21日も最高だったんですけど、20日もね、めちゃめちゃ最高だったんで、えー、2 0日の話は次の動画で話して。